城山大橋。あ、書いたらあれだけ確認して評価しないと。あ、そう。エンドゴーのアフターのやつ欲しいみたいな漫画で買っちゃおうかな。
ライトどこを撮ってるか全然わかんないけど、これがすごい。新潟さんとずっと同じ道だね。どこから？スキメン、あのスキメンマス。そうなんだよ。ちょっとでも安く買いたいのかな。まあわかんないけど、どっかでもこの感じだとさ、奥多摩とかその辺でさ、泊まりがけでさ来た人じゃないのかなって思うんだけど。新潟だろ、相当遠いって思わない？でも変な話、新潟だったらわざわざ奥多摩とかさ、あっか結構来る必要性なくね。私の考えは変なことですよね。あ、これか。だって新潟の方がさ、自然多いじゃん。うん、だ東京の自然見に来ても多分そんな楽しくない気がする。そうかしら。思うのはそこに住んでない人の発言なんだよな。違うんだよな、また他の土地の自然って。そうじゃないでしょ、トンネルのとこ行くんじゃない？あ、そうだ、トンネルの方も上がっていくから多分これでも上がんないでまっすぐだったら謎だよね。うん、新潟から、いやでもこれもう帰るよね、あの新潟は多分。そのワンちゃん新潟ナンバーのだけあだけであって、単に東京で住んでるって可能性もゼロではないかな。まあ別にそんなあの新潟ナンバーに固執するわけではないけど、なんとなくさ、そういうのそういう妄想するのちょっと楽しくない？まあ、高速に乗って今から帰るのかな、遊びに来たのかな、それとも住んでる人なのかなとかさ、か違うナンバー見るとなんか勝手に夢膨らませてんだけど。これはまだまっすぐ？まっすぐまっすぐ。多分この2台みんな同じ方向じゃない？中央線しかありえない、このルートは。多分京王線
ってて、わっきゃわっやっぱ中央線であってた、さっきの。だって今これが京王線じゃん。
ちゃここで右に行っちゃった可能性もあるしな、先頭にいた車が。城山です。信号無視してた今日可能性あるけど、ここの。そうです、堂々と信号無視しちゃったもんね。うん、まあ、先頭にいた車は信号無視しそうだなと思ったんだよね、煽られてたから。嫌だなって思った。うん、そしたら予定外に後ろからあいつまでついてきちゃったから、マジかよって絶対になってる、という私の妄想なんですけど、まあ、多分それだと思う。多分若干合ってるかなと。だって全く姿ないよ。まあね、ラジオやめてよね、奥で事故ってるとかやめてほしい。嫌だよそんなオチは。御嶽山もそうなんだけど、御嶽ルートもあっちの方がいいんじゃねえの。あ、今日行ったルートそうからの山田ルート、
山田ルートじゃないけど今度それで行ってみようか、御嶽行くときあえて。うん、だからあそこの何つったっけ、忘れちゃったどっか右曲がるところ、ここ右曲がっちゃうと、あ、五日市か、うん、あそこの方曲がってきばいいでしょ。だからあえて高尾山ルートのこの辺まで普通に来ちゃえばいいんだよ、御嶽山の時。行けるの、まあ、行けるか、行けると思うよ、遠回りになるだけで。あんま好きじゃない、三連休だったから見れるとこあるけど別に三連休だったらそこまで見たそこまで別にどうで、あ、タヌキは違うか、タヌキは違う、あれはあれだよ、なんだっけ、埼玉行く時だ、埼玉の柴田山のか、うん、ある埼玉じゃないと見えないんだよ、なぜか。いいな、こういうコインランドリーじゃねえ、ああいうのか。コインランドリーも今儲かってないらしいからね。なんで？いや、コロナ禍で。まあ他人と共有するの嫌だよね。うん、なのかね。でもここさ、ペット用品洗えるのでかいと思うけど、うん、結構昔は暑いって言ってる、あの、いい意味で結構潤ってるんですよ、コインランドリー。家に洗濯機ない人多いしね。うん、だからなんだかんだでね、今そういう時代なんだよ。なんか今はさ、あんま聞かないけどさ、ちょっと前までミニマリストとかいうの流行ってたじゃん。ああ、なす最低限しか持たない人とかっていうか、もう共用の時代なんだよ今やっぱ。服とかも最低限でしか持ってないとかさ、うん、でそういう人ってもう完全にコインランドリーじゃん。でそれで十分じゃん、下手に洗濯機なんか持つより。ただあれ洗濯機じゃねえや、あれ大変だけどね。なぜか700m、 冷蔵庫、冷蔵庫。家持ってない人もいたよね。住みかない人、なんかそういう無理じゃん、それ。そのなんかミニマリストだっけ。それはさすがに、なんかやってたよテレビで。それはさすがにあんまり表現よろしくないけど、ホームレスというものでは。いや違うね。どこに住むの。どこだったかな、なんかホテルじゃないけど、なんかそういう変なシェアハウスじゃないけど。え、無理じゃない、まあ、シェアハウスで住むんだけど、俺シェアハウスって言っちゃうよ。絶対俺シェアハウスやだ一人にしたいと。ああいうので出会いを求めるってあるけど、絶対無理だ。エロゲーとかああいう感じでうまくいければいいけどさ。あ、何何くん、おはようみたいな感じでさ、うまくエロゲーの展開できる。だいぶ昔に見たやつだから、そん、あ、危ない。大丈夫かい。ひろ、あ、拾ってやるよ、じゃねえや。ライオンキングじゃない。そうじゃん、点滅してっからね。あのちっちゃさだったらちょっと手出してあげてもいいと思うんだけど、まだ。ライオンキングじゃないんだから。でも泣かないから強いな、あの子、うん、重いの。もう、うん、そこはもう抱っこしてやんだよ。違うんかい、見せたいんかい。危ねえな。コンビニに買い物来たのかしらけど。ライオンキング危ないの2つ見たんだけど、絶対みんな横断歩道待ってた人の発想、あふろってなってるね、うん、でもなんかあの年齢の割にはこけたのに2歳泣かなかったからすごいね、あの子。つわもんだね。出た、ケイちゃん大好きな稲毛。安いのがわかんない、ね、まあその稲毛なんじゃない、唯一のスーパーっぽいし。ここ、これ右回りの、これはちょっときついな、うん、右、ここから右出るって。ちょっとこの軽自動車怪しい止まり方してるから捕まるんですよ。ちょっと待って、高いね、あそこは右でんの。ここはね、ちゃんとサンビアとかねといると思う。まあいたもんな、てかあそこのちょっとこの構えてたもん。で、止まってないと捕まえるでしょ。君止まってないよね、つって。ダメ、寝れないのか、お前揺れるから。じゃあママが抱っこしてあげるから、それで寝てな。
が起きてからじゃ遅いんで。町田市なんだ。ここで相模原市なんだ。突然。へえ。大丈夫？うん、大丈夫。右の車線だ。気をつけて。で、僕は右行くと。大丈夫？いないね。チューンアップしてる。あともうちょっとでしょ。これで一回行こう。